長戸型戦艦は、大日本帝国海軍の戦艦の艦型の一つで、88艦隊計画により最初に作られた戦艦。長戸と道の区の二隻が建造された。長戸型戦艦は、イギリスから提供されたクイーンエリザベス級戦艦の設計図を参考に、日本海軍が同艦型に大幅な改正を加え、16インチ級砲を搭載した。 国産の新型戦艦である。ユトランド沖海船の戦訓を一部取り入れ、方向や機関部は日本独自の設計であった。基本計画は、管制本部の山本海蔵造船代言が担当した。後日、平賀譲る作り船中間も設計に加わり、改正計画に携わった。本型は88艦隊計画に基づき、長戸と 道の区の二隻が建造された。一番艦の長戸は呉海軍交渉で1917年8月28日に寄港、1919年11月9日に浸水、1920年11月25日に完成した。二番艦の道の区は横須賀海軍交渉で1918年6月1日に寄港、 1920年5月11日に浸水、ワシントン会議に間に合わせるため1921年10月24日に竣航した。1922年にアメリカの雑誌で紹介された、新造時の長門のが、長門型戦艦は、建造時、世界最大、最強、最高速の戦艦であった。日本国民にとって、日本海軍の象徴と誇りであった。 当時の子供たちも、大好きな戦艦は何かと聞かれれば、この長戸型と即答し、射精するときの題材にも必ず上がったと言われている。長戸型戦艦は収益後から大東亜戦争まで、幾度か改装を行いつつ、大きな問題なく運用された。本型の成功は、日本の軍艦建造技術がほぼ世界水準に追いついたことを意味していた。 海軍休日時代16インチ砲を搭載した列強各国の戦艦7隻は世界7大戦艦と謳われた。第二次世界大戦中は心臓艦の情報が取得されていたため、日本において長戸型2隻を上回る大和型戦艦、大和武蔵の存在が広く知られるようになったのは戦後のことである。ただし戦時中でも、 心臓戦艦の完成そのものは公表されており、春工から20年を経ている長戸型戦艦が日本最強の戦艦だと認識されていたわけではない。また、ビスマルク級戦艦を筆頭に列強各国心臓戦艦の情報も日本国内に入っていたことから長戸型が旧式であることは日本国民一般に認識されていた。列強各国が14インチ砲搭載戦艦の 建造に乗り出したことに対し、イギリス海軍は技術的、性能的優位に立つために15インチ砲、搭載戦艦の建造を開始、1911年6月にクイーンエリザベス級戦艦4隻の建造が承認された。同級は38.1センチメートル連装砲塔4機と十分な防御力に加え、最大速力25ノットを発揮する。 高速戦艦であった。同時期、アメリカ海軍が16インチ砲戦艦を準備中との情報を得た日本海軍は14インチ砲、搭載艦を8隻で打ち切り、16インチ9砲装備の戦艦8隻、巡洋戦艦8隻の建造計画をまとめる。この88艦隊の1番艦が長と2番艦が道の区である。当初、 伊勢型の改良型として14インチ50口径砲12門を搭載予定だった長戸型は16インチ9砲搭載型戦艦として設計を大幅に改めることになる。この時イギリスはクイーン・エリザベス級戦艦の設計図を日本側に提供した。日本側は多くの改正を加え最終的に常備排水量32,500トン16インチ9砲8門。 機関出力6万軸馬力で、速力25ノットの高速戦艦案がまとまる。長戸は84艦隊案対象5年度計画により、道の区は対象6年度計画により加賀型戦艦や天城型巡洋戦艦と共に建造が承認された。当初の予定では、16インチ級搭載戦艦1番艦は、対象5年機構、対象8年春航を予定していた。 だが建造中にジュットランド沖海戦が起きたため、戦訓を取り入れるために気候を約1年延期した。だが予算や日程の都合上、設計を完全に変更することができず、戦訓を設計段階から反映したのは、長戸型の拡大改良がたたる加賀型戦艦と天城型巡洋戦艦であった。長戸型二番艦の 道の区は1921年10月に巡航したが、その処遇をめぐって、ワシントン会議で大きな論争を引き起こした。ワシントン海軍軍縮条約では、未完成戦艦を廃棄対象としたため、アメリカとイギリスは、道の区は未完成艦であると主張する。結果として、道の区の保有は認められたが、代償として、アメリカ海軍は、 コロラド級戦艦2隻の建造続行を認められた。イギリス海軍は条約型戦艦2隻の新造を認められた。一連の経過を経て竣工した戦艦軍と4万トン級巡洋戦艦、フットのうち16インチ砲を搭載した長戸型戦艦2隻、コロラド級戦艦、ネルソン級戦艦を世界のビッグセブンと呼ぶこともある。1927年の長戸と 道の区。右は、熊型系寿命館。春工時の長戸型は、常備排水量33,800トン、16インチ急砲8門、最大速力26.5ノットの高速戦艦であった。長戸型は、昭和9年から行われた大改装で近代化され、ネルソン級戦艦や、各国の3万5,000トン級新世代戦艦に、対抗できる性能を、 額面上は維持し続けた。なお、長戸型は完全国産化戦艦と表現されることがあるが、設計は A 戦艦ウォースパイトを参考にしており、各部にも輸入品が使用されている。長戸型のタービン手機は、米国ウェスチングハウス社の基本設計によるものであり、長戸の歯車減速装置は、同社からの輸入品であった。道の区は、同社から、歯切り板を輸入して、 国内で歯車を削り出したものである。砲塔速距義も第一次世界大戦でイギリス式速距義の輸入が困難になったためアメリカのバウシュローム社より輸入した波式6メートル速距義を装備している。このように長戸型はイギリス式戦艦の影響が残り英国式設計を脱却するには加賀型戦艦を待たねばならなかった。それでも日本独自の設計が 大い本型は大きな問題を起こさなかった。長戸型は同時期の日本の軍艦建造技術は一応世界レベルに到達していたことを証明した。建造当初の長戸型戦艦。艦首は水船付近で60度の傾斜を持ち上部を垂直とする独特のスプーンバーを採用した。これは当時決戦海域に配備する予定だった秘密兵器1号機雷を 乗り切るための形状だった。長戸型では、主砲塔の減少に伴い、一人当たりの居住面積が拡大した。居住区を広く取れたため、上院から歓迎されたという。大和型戦艦を除けば、帝国海軍艦艇の中で最良の居住性を有した。正面から見た長戸。新造時のヤグラマスト環境。当初は前。 ほ柱を三脚マストにする予定だった。だが、ユトランド沖海戦の戦訓を取り入れ、耐震性に優れる強固な重将に六本の副将を合わせた七脚将を採用した。海外からはパゴダマストと呼ばれ、日本戦艦の特徴となった。全部環境は、頂上部に、円筒状ケース内に射撃砲位板を収めた射撃所とされ、水戦からの高さは、 約41メートルとされている。頂上射撃所の下部は射撃式所、その下は昇狼式所とされ、判断下がって両側が複方式所となっている。その次は列強の中でも大型の10メートル手法用即居儀が置かれた高所即居儀所とされ、即居儀はレール上を旋回するという珍しい方式となっている。不層型の建造でも、 問題となった手法発射による爆風の負荷に耐えるため、平賀譲るの設計によって環境部支柱をそれまでの3本から7本に追加したと言われる。その爆風対策に問題はなかったが、心臓時には環境が外に露出していることから直立する2本の煙突からの肺炎に悩まされた。牧野茂によれば肺炎処理が 問題になった時点で、平賀譲る計画主任は、藤本菊夫部員に対策を検討させた。藤本が全煙突を湾曲させることを提案すると、平賀は、みっともないことができるかと拒否し、王位をつけるという対策をとった。ところが、効果はなく、平賀は煙突を曲げるという藤本の提案を無断で、取り入れ、両者の対立の一員となった。この煙突は、 長戸型戦艦のシンボルとなったという、幾度かの階層とともに、環境構造は複雑な外観を呈した。環境にエレーベーターがあり、山本五十六長官が利用したという証言もある。末期の長戸には偽装のため、頂上部の射撃所と電端が取り払われた。大和ミュージアムに展示している道の区の41センチメートル、主砲長戸型は、 米海軍が今後戦艦手法に16インチ砲を採用することを予測して16インチ級艦砲を搭載することになった。まず第一次世界大戦前の1914年6月2日、日本海軍は16インチ級砲の施策を公式に命じた。この砲はすでに前年から開発が始まっていたという。本型が搭載した手法の正式名称は45。 合計三年式四十一センチメートル砲である。試作の相方は1915年12月に誹謗、鉄鋼弾の製造が始まり、1916年7月に死者を行った。世界で最初に採用された、この砲は国内で実用化された初めての戦艦用、手法であった。同時に、同砲の三年式予選は最初のメートル砲採用の設計であった。 日本海軍がメートル砲を正式に採用したのは1921年からだが、造兵部門では1914年からメートル砲を採用していたという。この手法は、大正6年に45口径3年式41センチメートル砲として正式化されたが、ワシントン海軍軍縮条約の結果、戦艦の手法口径が最大16インチとされ、 この4 1トル口径はそれを超えることになった。そこで条約調印後の対象11年3月29日に故障については45口径3年式4 0トル法と変更された。当初は手法に4 1トルと彫り込んだ数字があったが4 0トルと修正している。本法の方針直径6 7 4センチは 英国の15インチマーク I よりも小さく技術的に優れた軽量砲であった。性能的にも、米国コロラド急戦艦や英国ネルソン急戦艦の16インチ砲より全般的に優れており、米新型戦艦の SHS を搭載した16インチ砲を除けば最強の16インチ急艦裁砲と言えた。また春工時の性能においても1 5五千メートルで、 当時のアメリカ海軍主力戦艦の装甲を貫通することが可能であった。建造当初の性能は、初速秒速790メートル、最大射程3300メートル、主砲等の最大行角30度、深く5度、砲弾重量1000キログラム、砲身の名数は250発、距離15キロで、交番貫通力16インチ、距離20キロでは10.7インチであった。 長戸型は近代化改装において手法の強化を行った。砲弾の改良もあって、性能は大幅に強化された。改装後の性能は、初速秒速790メートル、最大射程38,430メートル、砲弾重量1,020キログラム、砲身の目数は250発、距離20キロでの垂直走行間鉄力は454ミリであった。また、 建造時の長戸には、法の中体機構と、溶断機への動力供給能力不足により、制発を多用すると射撃速度が低下するという問題があった。折しも、ワシントン海軍軍縮条約で、加賀型戦艦の建造が中止されたため方針が余り、長戸型に移植された。さらに、玉湖及び創薬湖の移送機能強化、創薬艦の形状変更などの改善がされている。 この改善により、それまで常用されてきた、搭載法の半数ずつを交互に発砲する、正車だけでなく、全搭載法の制発を支障なく行えるようになった。しかし、制発可能となったことにより、今度は、溶断能力の不足が問題となった。昭和14年の十化年法によると、正車による交互射撃では16秒ごとの砲撃が可能だが、 生発では30秒前後が精一杯とされ、実際には最初の10発ですら平均50秒近く要する艦や、長戸の3番砲のように41発目以降の溶弾で100秒を超える艦があるなど要求された発射速度を達成できなかった。実際の発射速度は昭和14年の艦隊演習時で14インチ砲の記録では最良で40秒。 最悪で1分20秒であった。長戸型の41センチ砲も、ほぼ同等と考えられている。また、命中率改善のために、各砲の射撃タイミングをわずかにずらす98式、発砲遅延装置が搭載された。これにより、全砲による制発を行った場合、一発の命中弾が75%で期待できる距離が34,500メートルとなったとされた。 しかし実際には二万五千メートルを超える距離での着弾観測が困難であることから遠距離射撃に対する問題は解消されていなかった。演習時の観測機使用による手法の散布会は昭和十五年度の昼間、おつし戦闘射撃実施記録では時間速力二十一ノットの際に長とが三万二千五百メートルで遠近二百六十一メートル、左右百二メートル、 命中率は15.7%、道の区が32,300メートルで、遠近200メートル、左右52メートル、命中率14.9%と優れた数値も残っている。さらに、昭和19年12月に一度装填した砲弾を他の弾種に変更する機構を追加設置したとされている。主砲塔は、クイーンエリザベス級戦艦と同様の配置となり、 連装4機を前後に背負い式で配置した。砲塔は従来のイギリス式に日本式設計を加味した新型となり、天外装甲はジュットランド海戦の戦訓を受けて6インチに強化された。だが基本的には従来の構造を踏襲している。16インチ球砲を搭載したため、砲塔戦海部重量は伊勢型戦艦から350トン増加して900トンとなった。 砲塔動力は伊勢型と同じ650馬力水圧ポンプ4台であった。後日、長戸型の主砲塔八機は、加賀型戦艦に搭載予定で10機生産されていた改良型主砲塔に換装された。撤去された長戸型の砲塔のうち、道の区3番主砲塔は、江田島に陸揚げされ、現存している。前型である伊勢型に引き続き、 50口径3年式 14cm 砲を搭載した。搭載位置は、両弦の最上艦板と上艦板の2段、ケースメート配置に装備され、単装砲20機を搭載した。伊勢型よりも、船体容積が増したため、複砲により、居住空間が狭くなる弊害は少しは改善された。その他に、40口径3年式 8cm 法確保。 お台一煙突両脇のシェルター甲板に2機ずつの計4門搭載した。改装により3連式8センチ広角砲を下ろし、代わりに89式12.7センチ連装広角砲4機を搭載した重量問題などもあり複砲2門を下ろしている。さらに昭和18年6月に2号1型電炭を搭載した。マリアナ沖海戦後に二号二型電探 一号三型電探各2機搭載、対空機重増設を行った。なおこの時点で、複砲二門を代償重量として撤去されたとされて、いたが、昭和19年10月に撮られたブルネーテ白字の、長戸の写真では撤去はされていない。冷凍機械戦後には、複砲四門撤去の代償として、89式12.7センチ、連装広格砲二機、 2 5ミリ機銃30機を増設している。こうした装備のほとんどは昭和20年6月に本土決戦に備えた特殊警備艦となった際に降ろされている。さらに53.3センチ魚雷発射艦を8問搭載していたが改装時に撤去された。竣工時には弾着観測用気球を装備し、艦板後部に係流発艦させていた。 水蒸気による断着観測が実用化されると、断着観測用気球は水蒸気に置き換えられたが、カタパルトが実用化されていなかったために、デリックで水蒸気を水面に上げ下ろしし、水蒸気は水面より発進していた。改装前後の時期に実用化されたクレシキ2号5型カタパルトが装備され、同時に艦載機運搬機場とターンテーブルの設置。 従来のデリックを廃止し、収納式の強化デリックの新設などが行われた。関西機には95式水上偵察機、後に0式水上観測機といった、いわゆる、二座水定が3機搭載された。長戸型に装備されたカタパルトは、旋回時に、後部環境に接触することを防ぐため、前から1、4ほどの位置で上に折り曲がる機構を持っていた。 新造時の長と建造中に、ユトランド沖海戦が起こったことから、長と型は同海戦の戦訓である水平防御の強化、高速の実現を反映した設計変更がなされた。初のポスト1ットランド型戦艦として完成した。従来の戦艦にあった複数戦争交体を廃止し、大小重量を水平防御力強化に回した。 水平防御は、元設計の1.75インチ圧を1インチ強化、した。主砲と前縦と側面は12インチ、上面は6インチであり、コロラド級の18、9から15インチに比べ、全面は薄いものの、遠距離での砲線には対応していた。ただし、ネルソン級は16、11、7.25インチなので、改装前の長戸型を上回る重防御だった。 垂直防御は、水線部305ミリ傾斜走行76ミリで、あり34、343ミリのコロラド級とほぼ同等、330から356ミリ18度傾斜のネルソン級よりは劣っていた。水中防御は、原則走行の下場から、下方内側に傾斜した防御格壁を備え、後半を3枚重ねた構造となっており、 さらに水中弾防魚として76.2メートル MHT 以降の核壁を備えていた。水中防御区画の幅は6.2メートルであり、防御構造を加味する必要はあるが、コロラド級の5.334メートル、ネルソン級の5.625メートルを上回っていた。前述のように水平防御力強化の代償として、原則の非防御区画が拡大しており、船体には、 多数の防水区画が設けられた。本型は日本海軍が独自の集中防御配置を歩むきっかけとなった。改装後の長戸型の戦隊断面図なお、改装により、各部位の防御力は強化された。砲塔防御は、前立てが460ミリ、側面は280ミリ、天外は二十七から九十一ミリとなっており、バーベットも五十七ミリとなっていた。 垂直防御は、玉火薬庫部分の傾斜走行に2から8インチを加え、垂直305ミリ傾斜走行127から280ミリとなった。ただし、玉火薬庫部分以外は、心臓時の305傾斜走行76ミリのままであった。水平防御は玉火薬庫部分で69.85ミリ。 HT プラス127ミリ NVNC プラス50.8ミリ HT、合計247.65ミリ。1枚板換算だと180ミリ程度。機関部の水平防御は50.8ミリ HT プラス69.85ミリ HT プラス25.4ミリ DS プラス50.8ミリ HT、合計196.85ミリ。 一枚板換算だと140ミリ程度と強化されていた。水中防御はバルジを加え、約9メートルの幅となっていた。これはテネシー級の7メートルを上回っていた。ヤマトミュージアム展示の道の区のスクリュー、ヤマトミュージアム展示の道の区の火事とスクリュー、改装前の長戸型は石炭と重油の双方を燃料としていた。航続力はノットで 当初の計画では4軸合計6万馬力で速力25ノットを予定したが、ジュットランド海戦の戦訓から速力増大の要求があった。そこで期間を増載するとともに新型の減速式タービンを搭載した。これは日本戦艦として初の試みであった。これより計画案より2万馬力強化され、1.5ノット増加の26.5ノットを達成した。 春光時の長戸は26.44ノット、道の区は巡洋戦艦並みの速力26.7ノットを記録したが、速力は機密とされ23ノットと公表されていた。1920年代の米国資料には日本の交渉は23ノット、でも機関の能力から考えて24.5から25ノットは出るはずとあり、1936年に 米国で出た大改装前の長門を示す資料でも24点をノットと認識されていた。関東大震災の際、演習のため北海湾に集結していた連合艦隊は救援のため演習を中断し、救援物資や食料を搭載して東京湾に急行した。連合艦隊参謀として長門に上官していた福留茂大は長門は 最大速力26ノットで東京湾に急行したところ、イギリス東洋艦大機関の巡洋艦プリマスに追跡され、本当の速力を見破られたと回想している。この巡洋艦はプリマスではなく、実際には英海軍のダナイ級系巡洋艦ディスパッチであるという。長戸は後方に A 系巡ディスパッチを確認し、 最高速度に関わる機密が漏洩するのを避けるために速度を落とした。長戸型の最大速力が26.5ノットであることは重大な機密事項であるため、公開上で見たりにその速度を発揮することは禁じられていたため。ディスパッチは長戸座上の竹下大将に礼法を行ってから長戸を追い抜いて横浜港に向かった。1923年9月18日に 兵庫県知事から海軍大臣宛てに栄冠、デースパツチニューコースという報告があった旨の記録がある。収益後の長戸型戦艦は運用面で艦隊側から良好な評価を得た。加速、減速性能は収益中の日本戦艦で最良であり、旋回半径は不層型や伊勢型よりも大きかったものの、速度低下は少なかった。火事の危機も良く、 艦のほばりも容易であることから、日本戦艦で最良の運動性を持つと評価された。当初は、改装時に、機関乾燥を行い、速力を29.3ノットに向上させるとともに、ボイラー数の減少によって燃出したスペースに、格納庫を設置し、旧機の航空機を搭載する予定だった。搭載機用のエレベーターも昭和7年に、日立製作所より、 横須賀交渉に納入されたが、機関換装は中止され、改装は防御構造の強化に振り向けられより、重防御となった。改装後の長戸型は、重油専念となり、重、重全力講味で、排水量43,473トン、機関出力88,445馬力での25.8ノットを発揮したことがある。こうしたことからも、改装による、 速力低下は実質的には最低限に抑えられていた。冷凍機械戦で同部隊のヤマトが26ノット以上の速度で2時間半以上走り回っても同行する長戸が落語しなかったことがこのことを証明している。海装前の航続力は16ノットで5500回里だったが海装で1600回里とほぼ倍化した。春時の長と道のの識別点は 様々な点があり、主なものでは、地方東洋測居儀が長戸は、波式6メートル測居儀で道の区は、部式8メートル測居儀で、大型化している。改装時に、両艦とも10メートル測居儀と交換した。また、艦首からの眺めでは、菊の拷問章の位置が、長戸よりも、道の区の方が上がっている点も挙げられる。改装後の長戸と,と潜水艦母艦。 靖国丸終戦後の長遠い400型もしくはイ13型から望む。後方にサウスダコタ急戦艦も見える。ヤマトミュージアム展示の道の区の怒り。ありがとうございます。